七尾市の中島小学校に設置された大きなテント。被災者の心と体を癒すお風呂が完成しました。自衛隊が行っている入浴支援です。さっぱりさっぱり最高。この小学校には200人ほどが身を寄せていて、今日はほぼ1週間ぶりの入浴となりました。一部地域で断水が続く羽咋市では、無料で入浴施設が利用できるということで、多くの利用者の方が集まっています。温泉施設のユーフォリア千里浜は温泉を無料で開放していて、今日もお昼ごろには整理券の配布がほぼ終了する人気です。やっぱ水のありがたさ感じますね。お風呂どうだった？美味しかった。あったかかったやろ？あったかかったって。断水や停電が続く珠洲市でも温かい食べ物が配られるなど、被災した人の厳しい暮らしを和らげる動きが少しずつ広がっています。ありがとうございました。